静岡県全体の停車回数の想定の数字につきましては、これは違和感はなく、あり得る範囲のものであると考えているところです。リニア中央新幹線の開業後、県内に停車する東海道新幹線の本数が現在の 1.5 倍に増える見込みがあると国交省が示した試算。 JR 東海の丹羽社長はこのように評価した上で、リニア開業後に静岡県へのメリットが生じることを静岡県の皆様に実感していただくことが大切と強調しました。あくまで仮定ですから、実現できるとかわからないという、そうしたことをですね、10ヶ月かけてやられたということにお粗末であり呆れているということであります。一方、川勝知事は国が示した調査結果についてお粗末で呆れたと痛烈に批判。両者の考えには隔たりが残されたままですが、大井川の水問題についてはある進展が。流域の関係者の皆様に個別にご説明に伺った際にですね、反対するご意見はありませんでした。それから早く丹羽社長が詰めの協議に入るとしたのは、田代ダムの取水抑制案です。大井川上流部にある田代ダムです。工事で流れ出る水を大井川に戻す方法として、このダムを活用した案が有力視されています。田代ダムは大井川の水で発電するための取水用ダムです。リニアのトンネル工事により大井川の水が県外へ流れ出る問題の解決策として JR 東海が示しているのが、田代ダムの取水を抑制して大井川の水量を確保する案です。 JR 東海は先週、ダムを管理する東京電力との具体的な方法がまとまったと発表。水問題の解決に向け前進しました。静岡県産の方にですね、利水協としての了解をいただきたいということで、速やかにですね、その調整を進めていただきたいというですね、文書をですね、弊社の方、静岡県産の方にですね、発信させていただいたところでございます。一方、簡単には進みそうもない問題も。こちらが工事で発生する土の置き場の候補地となっているつば九郎です。7つある候補地のうち最大規模の広さです。 JR 東海は東京ドーム3倍分に相当する残土をこの置き場で管理する計画ですが、県は土石流が発生する恐れがあるなどと難色を示していて、妥協点は見つからないままです。いわゆるリスクをどう考えるかということなんですけれども、生命ですとかそちらの方に影響を与えないようにということを主眼に考えておりまして、今までいろんな検討を行っております。リニア工事の解決をめぐってはまだまだ時間がかかりそうな様相です。